この度は表彰していただきどうもありがとうございます。私たちの活動の紹介を少しさせていただきます。まあ、簡単に言うと、長崎ツタウンという仮想の町を小学校5年生から中学生で構成された子どもスタッフが運営するという活動ですで。具体的にどのような活動かと申しますと、えっと、スタッフはさまざまな学校からさまざまな理由を持って集まってきています。この度 このキッズタウンの中で、えっと、あ毎年ですね、この、えっと、キッズタウンの中で市長選挙というものもあるんですけれども、この市長を中心に活動しています。まあ、仮想とはいえ、いっぱいあの社会の質問をいろいろ学ぶわけですから、スタッフは一通りの社会の仕組みを知る必要もあります。税のことであったりとか、政治経済のことなど、講師をお呼びして学んだりもします。その後は、 キッズタウンの開催に向けて、ちづくりをデザインしたり、役割をして決めて準備したりとかしています。で、子どもたちを支えたいという、ここでた高校生とかですね、それから大学生であったりとか、それから税務署とか企業の方、たくさんの方々に支えられています。で、ここ数年前から、租税教育に適した活動ということで、法人会、 3代あったりとかですね、行政の方から依頼を受けて、パッケージで協力し,あのしているというところもあります。で、これが税、えー、の、えー、と,とか、それからいろいろみんなが学んでる様子です。こんな感じで子どもたちが、えー、と分け合い合いとあの活動をやったりとか、これ準備しているところです。で、これが子どもたちの、えー、とキッズタウンの様子です、毎回たくさんの子どもたちが集まってくるんですが、 この2日間、す、え、べ、っと、て子どもたちが、まあ、運営する中で、1日目にです、ね、課題を話し合って、本当にもの、ね、の見事に翌日に改善されたりとかしているのですねで。こういった姿を見ると、大人の社会でもそうあってほしいなって願っています。まあ、子どもの運営だけではなく、まあ社会、実社会とのつながりもあって、これは中学生で構成された PR 部が、まあ、理想のまちづくりを長崎市に提案して賞をもらっているところであったりとか、 この活動あの支えてくださっている方からまちづくりのブースをですねえっと幼稚のブースを提供していただいてそこの中で PR するようなチャンスを与えていただいたりとか本当にたくさんの方に支えられているという形です、まあ、それだけではなく8月9日に長崎では平和式典があるのですがその前夜に平和の灯火を開催していますでその時にともキャンドル作りとか 案内などのボランティア活動も行っています。この活動がきっかけになったのか分かりませんが、あのこの2人ですね。えっと高校生になって、平和大使としてジュネーブの国連に核兵器廃絶の声を届けに行ったりしました。まあ、誰かのためにっていうのがまあ、世界平和のためにっていう風に広がったようです。まあ、今後もこれこういった活動をずっと続けていきたいんですけれども。 まあ将来は私たちがわざわざこういう場を作らなくてもよくなる社会を望むというところで、まあ、今後もずっと頑張っていきたいなとか思っていますとどうもあの皆さん本当にたくさんの方に,本当に支えられてこの場を借りてお礼申し上げたいと思いますどううもありがとうございます。